夜予約を取ったので旦那に連れてってもらって子供を見ててもらおうかなと思います。か、めっちゃ不安ですね。夜なのでちょっと小声で話しますけど、病院に来まして見てもらった結果大丈夫でした。本当によかった。ついでに心拍も見てもらったんですけど、まだちょっと確認できなくて、もともとあと4日後に予約を取っていたので、その日だと多分心拍確認できるだろうということで、4日後にももう一度行ってこようと思います。とりあえず一安心ですね。まだまだでも自然流産は可能性はあるので、とにかく、無事に育ってくれたらいいなと祈るばかりですね。はい、2日目はこんな感じでした。おやすみ。こんなもんかな。電子レンジで600ワット約4分10秒だそうです。こんな感じ。香りはね、めっちゃいい匂いする。はい、ということで完食しました。すいません、汚い。前から予約していた妊婦検診に行ってきます。今日こそ心拍が確認できるといいんですけど、行ってこようと思います。行ってきます。はい、帰ってきまして、結果確認できました。なみがこうあるのが心拍だそうです。これ胎嚢で、これが赤ちゃんって感じですね。体能が1センチ5ミリぐらいで、赤ちゃんが3ミリぐらいって言ったかな。なんかどっかがね、やっぱり出血してたみたいで、多分でもいずれなくなるとは思うと先生に言われたので、まあ、しばらく様子見ようと思います。こんなたくさんもらったん初めてやねんけど1回でこの4枚もくれましたけど、心拍が確認できたら自然流産の確率が減るとのことなので、とりあえず一安心ですね。その時に、おめでとうございますということで妊娠確定をいただきまして、母子手帳の取得手続きについて、紙だったり、あとですね、ここの病院ではこういう木の箱にですね、表にはちょっと病院名が書かれているので、こういう感じの木の USB 初回だけ無料でプレゼントってことで、エコーの映像を撮ってくれたんですよね。でこれから、2位で、プラス1100円とかだったかな、うちの3位ではエコーだったり 4D 撮ってくださるということでした。で今7週2日目になりまして、さっき母子手帳取りに行きました。ちょっと眠たいんですけど、子供を公園に連れて行こうと思います。
所に母子手帳を取得しに行ってきました。無事受け取れました。やっぱり母子手帳受け取ると一気に実感が湧きますよね。ね、思ったよりね時間がかかって45分ぐらいかかったかな。多分15分ぐらいは今回その助成券受け取ってない状態で妊婦検診3回ぐらい行って自費で払ったものがあったので、それを帰ってくる手続きしてたので多分15分ぐらいそれに費やしたのかなって思います。銀行口座のねキャッシュカードとかそういう口座の番号が分かるもの、領収書、病院でもらった領収書とを持っていくといいみたいです。自分の口座じゃなくて旦那さんの口座でも大丈夫です。とりあえずその口座番号が分かるものがあれば OK ということですね。で、マイナンバーカードだけで私の死は大丈夫でしたね。死によってやっぱりもらうものって変わってくると思うんですけど、私の場合はさっき言った助成券と母子手帳とこういったものもくださいました。サプリ米、養蚕米、まあ、リントさんのためのサックがたくさん入ってます。こういうマタニティマークももらいます。週3日目なんですけども、今かなりマシになったんですけど、昼過ぎぐらいご飯食べてから1、2時間後ぐらいですね、気持ち悪さが増しました。横にならないと落ち着かないくらいの気持ち悪さになりました。で、右を下にするより左を下にした方がなんかよく感じました。今日はいつも以上になんか体温が高いのか倦怠感、体のだるさと何もやる気が起きないくらい、なんだろう、頭もぼーっとしてとかさ、もしかしたら子供もなんか不機嫌になることが多くなった気がする。私がいつもより構えてないのかなって思ったり、でお母さんに相談したら子供って妊娠したらわかるよって言ってました。本当かは知らんけどなんか急に甘えたになるとか聞きました。
めちゃくちゃ高かったんですけど、本当に私末端冷え性ですごい冷えがひどいのと、あと小村帰り、よく妊娠後期になってたので、まあ、いろいろ原因はあると思うんですけど、冷えも原因があるということだったので、今回はちょっとこの冷え対策頑張ろうと思ってこちら買ってみました。1回ね昨日使ったんですけど、めっちゃよくって、ここにねお湯を入れるところがあって、付属のこういう、なんて言ったっけ、ついてまして、これをねこうやってほら、こうやるとしっかり固定してくれるので安全ですよね。こぼさないし、ゆっくり入れていきます。80度がちょうどいいと書いてあったので80度に設定して入れてます。でキャップをつけて、しっかり湿ったら OK。 こんな感じで、これね、このケトル 0.8 がマックスかな、なので一回一回ちょっと沸かさなきゃいけないのが大変なんですけど、苦ではないです。このケトルもね結構便利で、温度を細かく設定できるのでめっちゃ便利です。あったかい。足首だけにつけるレンチンして使うやつ買ったんですけど、それやったら足先が靴下履くだけでは冷たくって、メリケットも足先が靴下だけじゃ寒くって、これは足先からもうくるぶしの上ぐらいまであったかいので本当に買っていたって、すっごいもうタプタプするんで止まないし、ちょっと歩きづらさはありますけど、だってじっとするときはすごいいいです。もう常にすっぴんで本当にお見苦しくてすみません。今日は7週3日目、7週の最後なんですけども、昨日の夜あたりからちょっとお水とお茶が若干ちょっと受け付けられなくなってきてるなって感じます。冷たい飲み物ならいけるんですけど、ちょっと常温のお水とかお茶とかがダメかもしれないなって感じですね。あと今日はこの前と一緒ですね、お昼食べた後ぐらいが一番気持ち悪くなるみたいで、もう胃の中がぐじゃぐじゃして本当に吐きそうな気持ち悪さになってしまって、でもお皿洗いちょっと一旦中断してすぐ横になりました。で明日、この前妊婦検診行った時に1週間後また来てって言われたんですよね。もしかしたら出産予定日が本当に正確に分からなかったからかもしれないんですけど、女性券足りるかな。ちょっとこんなところで、こんなアングルですみません。ですね、1日経っちゃったんですけど、昨日妊娠8週0日目ということで予約していた妊婦検診に行ってきたんですけども、まさかの赤ちゃんがちょっと小さくてですね、今7週目なんじゃないかと言われました。ちょっとかなり早かったみたいですね、行ったのが。確かに一人目の時と同じ小数で行ったのに心拍確認できなかったり、確かにいろいろちょっとおかしいなって思う点があったんですけど、まさかの7週目説が出てきまして。でもね、なんか別にいいんですけど、何より座りがちょっと出始めてるというか、一人目の時全くなかったんですけど、今回はちょっとずつ出てきているので、8週目
から結構つわりがピークになるみたいな聞くので、今までの6週7週が1個ずれるわけじゃないですか。5週6週だったってことは今からもっとひどくなるってことかなって思ったりして、なんか1週間巻き戻された感じが、なんか耐えるのかなって感じですね今。まあ赤ちゃんも、まあ、まだ小さいけど前回よりかは大きくなってるので、あのまあ順調には育っていますよということだったので、まあ安心なんですけども、で出産予定日もですね、出産がちょっと早かったので、あの赤ちゃんもまだちっちゃくてやっぱりまだわからないので、また2週間後なら確実にわかるから2週間後に、来てくださいということでした。もうややこしくなって本当に申し訳ないんですけども、今回の動画の週数は、まあ、6週7週でしたが5週6週だったかもしれないということですね。また週数ごとに撮影していくのでよければご覧ください。できっとね、もっとつわりひどい方もたくさんいらっしゃると思うので、一緒に皆さんで乗り越えていきましょう。頑張りましょう。